去年まで J1 のビッグクラブとの対戦を終え、ホームシースタに帰ってきたファジアーノ岡山。そして今回は今シーズン初めてのナイトゲーム、やっぱり勝たないと。新外国人がデビューし、あの選手が帰ってきた。今年最初のナイトゲームを盛り上げたのが BMX フリースタイルパークの日本代表選手たち。東京オリンピックに採用される新種目の華やかさにファジアーノサポーターも大興奮。さらに興奮するのが新加入のブラジル人ストライカーリカルド・サントス選手のベンチ入りです。首位ファジアーノの対戦相手はここまで18位ながら2試合連続無失点中の FC 岐阜。この日怪我から復帰したミッドフィルダー塚川幸喜選手は、今まで自分怪我して離脱してた中でチームメイトがすごく頑張っていて、それにすごく刺激を受けてたんで、その気持ちをプレーで見せた塚川選手。元ファジアーノの武田選手と激しいバトル。負けじと気持ちを見せたのは3試合ぶり出場の18歳阿部選手。バー直撃のシュート。一方、細かいパス回しでファジアーノゴールに迫る FC 岐阜。しかし守護神は冷静でした。ボールの近くに人数をかけてくるっていうスタイルだったんで、最終的にゴール前に人数が少ない、そこまでそんなに怖い感じじゃなかったんで、カウンターがやっぱり怖いなっていう風に頭に入ってたんで。後半14分にはそのカウンターからピンチを迎えますが、ここも冷静に対応。岐阜に得点を許しません。するとファジアーノは後半33分、ついに16番リカルド・サントス選手を投入します。It's better to show to everybody, for it's difficult to talk about me. I just promise to fight to end. 勝利のために戦うと誓ったリカルド選手。身長187センチの巨体で岐阜ゴールに迫ります。残念ながら得点には結びつかず、試合はスコアレスドローとなりましたが、リカルド選手の登場はチームにとって明るい材料となりました。ストライカーを、何枚、グラウンドの中に置くかっていうところがポイントで、2枚いると点取れる可能性が2箇所あるっていうことで、リカもまた入ってきたばっかりなんで、ここから新しいものが見えてくると思います。6失点差で2位に後退したファジアーノ。今夜のホーム熊本戦で再び首位浮上を目指します。 CM の後は涙は見せない帰ってきた武田忠選手です。今日のためにタンスの中から引っ張り出して持ってきました。楽しみですか？そうですね、久々会えるんで。普段はファジアーノだけど今日は岐阜で、今日は岐阜で武田選手を応援しようかと思いました。特徴捉えてますね。書きやすいです。特徴がいっぱいあるんでみんなが待っているのは、FC 岐阜の3番ディフェンダー武田忠選手。去年まで10年間ファジアーノ岡山でプレーしていました。元チームメイトとの対戦、一体どんな気持ちで迎えたのでしょうか。多分すごい気持ち入るかなとか、正直どうなるか分からなかったんで、でもやっぱりゼロで抑える2試合抑えてきてるから、今回も岡山はゼロで抑えて、特に赤嶺さんが復帰してきたんで、
まあ、慎吾さんも、ね、久々のスタメンで気合入ってるかなと思ってゼロで抑えてやろうかなと思ってたんですけど、ファジアーノ時代から仲の良い赤嶺慎吾選手、抑えようという気持ちが強すぎたのか、このプレーで珍しくイエローカードをもらってしまいましたが、実は試合前こんなことがあったそうです。試合前にあの鍋とタドから LINE 来て、その LINE でちょっと気持ち入っちゃったです内容は言えないけど、特にタドがなんかスイッチ入れるようなこと言ってくるから試合は0対0、ファジアーノを無失点に抑えた武田選手ですが、まあ、勝ちたかったですね。やっぱり今度はうちのホームの時に決着つけれるように、たくさんの岡山のファンが岐阜に来てくれると思うんで、そこで決着つけたいですね。試合終了後、大勢のファジアーノサポーターが武田選手を待っていました。そしてそうですね、俺もこう周り泣かれてる方とかいたんでちょっと危なかったですけど、ファン感の時も泣かないように頑張ってたから、ここで泣けねえなと思って、なるべくあの違うこと考えて笑顔で回りました。まあ、去年の8月ですかね、僕が松本山雅戦で怪我して、まあ、そこからリハビリ入って、まあ、まさか違う色のユニフォームでここにもね復帰するとは思ってなかったですけど、今年できるっていうのは、まあ、いろんな方の手助けがあって、リハビリ頑張りましたし、未だにたくさんの方がこう愛情を持って応援してくれてるんで、まあ、そういう人たちにこう元気にプレーしてる姿っていうのを見せれるように、まあ、これからも頑張りたいと思いますので。今月はファジアーノ岡山の帽子を5人にプレゼントします。